はい、こんにちは、ペストでございます。小生録ですね、続きやっていきましょう。で、ちょっと前回ピンポンになっちゃったんで郵便の配達だったんですけどね、途中になってしまいましたんでね、今回でちょっとうまく調整できて、時間を進める前になればなと思います。で、ここもね、ちょっとここにここはね、やたら兵力だけあるので、ちょっと輸送しとこう、兵力を。また森さん戻ってくればいいので。僕はね、そんなに、困んないんですけどね。ここも群馬はゼロ、ここは馬産地あるので、あ、4000頭ばかりいるね。ここは馬産地ないんだっけ。あ、そうですね。農業担当。あ、小島さんがいたね。南部が全然ね、ないんですよね。つつじが先は、あ、一番遠いるか。こっから持っていこうか。ちょっとね、メンバー余ってるとこ、3人、2人。あ、まあ、メンツ的には少ないんだ。ここ11人もいるしね。ありたけのお金でちょっと馬買って、ババリにでも運んでもらおうか。高いな5000頭ぐらいかな。そしてグッパだけ運ばせようか。
そうか、これ街道か。ああ、じゃあ町を作らないといけないんですね。ってことは町作りができるメンバーいないから、こっちから行かさないといけないね。ああ、長松さんだね。浅野長松さん。忘れてるね、完全に。北側から行かせたいね。してるわ。you
前田圭司さんも、よいしょ。なってくるとね、信玄さんが亡くなったのがすごい悔やまれるんですけど、さあこれでいいかな。あとはそこ全然立花屋魔女がね、多いですよね、やっぱり。
から行こうかな。賢者さん、あーこっちから行こうか。帰るけどね。これ終わらせると、あ、いいね、いけるね。あ、びっくりした、キャンセルしちゃったね。賢い人をね、ちょっと京都に集めたろうかななんてね。あ、でもね、宇治屋さんは、こっちへ連れて行こうか。京都にね、彼は連れ行ってもらいましょう。で、京都のメンバーがちょっと多くてややこしくなるので、誰だ、あー毛利さんか。あー観音寺に行こうとしてるね。そうだ、クッキーさん、お留守番にしようか。ね、観音寺城のだから連れてこいよ、やっぱり。Thank you.
これもだいぶね、まとまってきたんじゃないかと思うんですけど、野川さん入ったばかりだっけ。あー、下島さんもね、で今、ちょうど2年切ったところですから、まあそうですね、74年の5月か6月ぐらいから次回ね始めさせてもらおうかなと思ってます。あ、それが上に生きてる。珍しいね。ではね、このまま、終わらせて、で、まあ、私はこれ、ね、残りの、まあ、内職というかね、この辺の開発を進めていくんですけども、まあ、舞台とはね、この辺で配置して、時間だけですね、時間だけまた進めさせてもらいましょう。で、次回はその先言いましたように
74年のまあ大体5月か6月ぐらいかな、その辺目処に。でそれまでに斉藤さんが裏切ったりとかした場合は、そこからスタートしたいと思います。では今回はここでね、お別れさせていただいて、次回はちょっとスッキリしたところからスタートしますんでね、お願いしたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。